収まりました。スタートしました。揃いました。まず1コーナーへ向かいます。打ち押して2番ブラックスピネルが行きかけます。あとはノーブルマーズトリオンフ、ウィンイクシード、そして12番谷のフランケルです。あとは内に1番テリトリアルが行って、ウィンイクシードギベオン、外は13番イレーションの体勢、中段にマイネルハニー、マイネルサーパス、外が17番のザダルの体勢です。あとシャイニープリンス、そして追走する5番レッドローゼス。各馬第1コーナーをカーブしていきました。先手は2番ブラックスピネル、 1,2 コーナー中間リードを2馬身3馬身、そして2番手には上がっていきます、7番トリオンフ、今2番手、内4番ノーブルマーズが3番手、2コーナーをカーブ、谷のフランケルが4番手、あとはウィンイクシード、そして中段の前には固まりましてギベオンが行って、外はイレーションの体勢、向こう正面内が1番のテリトーリアルです。さらにはマイネルハニー、さらにザダルが行って16番のマイネルサーパスの体勢。前半 1000m は1分0秒2というペースです。向こう正面から3コーナーへ向かいます。あとは追走する5番のレッドローゼス、内には10番シャイニープリンス、これから3コーナーです。残り 800m を通過、アンノートルが行って、そして3番クレッシェンドラブは後方から3番手、あとは2馬身差、追走していきます15番カデナ、最後方14番の名称栄光で、前は 3,4 コーナー中間です。逃げる2番のブラックスピネル、リードは半馬身、ついていく7番トリオンフが2番手、4コーナーへ向かいます。ノーブルマーズ3番手、外からぐーんと押し上げていったザダル、さらには大外を回る5番レッドローゼス。第4コーナーカーブから直線へ、ここで先頭変わってトリオンフ、トリオンフが先頭に変わった。そしてウィンイクシード、間をついてノーブルマーズ、残り 200m を通過した、追い込んでくるマイネルハニー、さらには懸命に1番テリトリアルですが、さあ先頭は今度は変わったか、8番ウィンイクシードか、うちは懸命にトリオンフ、2頭並んだ、並んでゴールイン、4枠2頭並んで入りました。